動画を見ていただいてありがとうございます。旅する義務の男子はオシンです。この動画もし面白いと思っていただけたらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて、始まりがあれば終わりがあります。青春18切符だけを使っての今回の新潟富山1泊2日旅行、そろそろフィナーレの時間になってきてます。魚津駅に戻りまして、今度は愛の風富山鉄道に乗り直江津まで戻って、直江津からまた JR で東京と戻っていきます。でそのドタバタ劇を楽しんでいただけたらなと思ってますので、最後までお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。立山連峰もこれでしばらく見納めですね。魚津駅帰ってきました。愛の風富山鉄道にこれから乗りたいと思います。直江津までは確か1980円だったと思います。もう一回駅構内で確認したいと思います。行き先の駅名ボタンに触れてください。お金または IC カードを入れてください。ありがとうございます。お取り寄せにご注意ください。合ってました。魚津から直江津まで1980円でした。次の糸魚川方面駅13時11分出発、乗り場が2番乗り場だそうです。では改札を抜けたいと思います。魚津市ともこれでしばらくお別れです。また会いに行きます。魚津駅の2番乗り場降りてきました。1時11分に電車が到着するということは、もう間もなくホームに列車の姿が見えると思います。まあ運転手さん次第なんですけれども、直江津までの区間全面展望を撮らせていただけたら嬉しいですね。
泊駅に到着です。で次に乗るのは越後ときめき鉄道、電車の到着は13時50分だそうです。直江津駅まで戻ってきました。向かい側のホームに信越線の長岡行きのワンマンカー止まってます。その信越線乗って長岡駅の一つ前の宮内まで向かいたいと思います。新潟まで戻ってきましたね。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は新越線普通列車長岡行きワンマンカーです。次は鯨波です。降りのお客様は列車の一番前のドアまでお進みください。到着です。ここから今度は上越線に乗り換えます。現在の時刻16時34分です。先ほど車両が出発するのが見えましたけれども、あれは一体何だったんでしょうか。上越線だったのか。だとしたらまた待たされる格好になりますね。ちなみにここはエレベーターがないようです。
というわけで水上に戻ってきました。ところによると向こうのホームに18時34分到着だそうです。急がなきゃダメですね。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。戻ってきました。次の岡崎線上野東京ラインの電車が8時7分だそうです。現在の時刻が7時48分なのであと2時間後には上野です。青春18切符もこれで5回分すべて使い切りました。そのおかげで今まで全く旅行したことがなかった富山、新潟にも行くことができました。あとは皆さんに喜んでいただける内容に仕上げるだけなんとか頑張っていきたいと思います。Thank you.
上野東京ライン普通小田原駅です。上野駅に到着です。新潟津山旅行、そして青春18切符の旅がフィナーレを迎えました。この動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。20時ちょうど発特急、次は80分。